ワンピースに出てくる世界史の人物とかを紹介していくのだ。今回のテーマはキュロスね。キュロスは大王とも呼ばれているのだけれど、バビロン捕囚のユダヤ人を解放したことでも名高いのだ。旧約聖書のイザヤ書の中でも、主の望みを成就させるものとされていて、主が油を注がれた人として救世主のように称えられているのよね。ユダヤ人の解放者なのだから、イスラム教を固く信じるイラン人の中にはキュロスを売国奴のように憎む者もいるらしいのだ。紀元前6世紀のペルシャ帝国の創世期にはイスラム教は影も形もなかったのにね。歴史を遡ると、キュロス2世は後世の人々から王の理想と称賛されているのだ。異邦のギリシャ人であるクセノフォンでさえキュロスの教育を書いて、統治者キュロスの素晴らしさに感動して、その生き方について思いを巡らしているわ。幕府は家畜を簡単に服従させるけれど、人間が他人を支配するのは簡単じゃないのだ。でもオリエントの統一者にキュロスという人がいて、実に達したような人間。途上、種族を従属させたことを思えば、人間を支配するのに賢明な方法で臨むなら不可能でも困難でもないと我々は考え直したくなると、クセノフォンは語っているのだ。今回は以上でおしまいなのだ。また見に来てほしいので、チャンネル登録をお願いしたいのだ。じゃあバイバイなのだ。